引き受けるよ。ありがとうな。それで、ああ大丈夫か。問題ない。だけど、そんな、ああエディナ、すまない。Thank you.
ジェネレートルミナスエネルギー、ジェネレートルディスチャージ。これだよな。行くぞ。よし、報告に行こうぜ。よう。どういたしまして。ありがとうな。よし。メディナ、あ、大丈夫か。ああ、俺がアドミニストレーターをた、やっぱりどうにかして。なあ、メディナ。それは言わなくて。でも、本来ならば、学生たち。ああ、私には、そんな。いや。だから、無理に話してもらう必要。私はもっと。確かに、信じてもらうのもなかなか難しい話だしな。何より、メディナはこの前明らかに混乱していた。黙っておくしか。そうか、でも。早く帰。Thank you.
お疲れ。キリト。なんだ？なんでもな。なんだよ。そう言われると。悪い。怒らずに本気で謝る。本当に。さらに落ち込んだし、予想外に。待て！おう、いつものメディナだ。これがいつもだと。お前、失礼にも。な、ごめん、ちょっとメディナらしくなかった。私らしいとは、な、キリト。キリトにメディナ殿。よ、アリス。騎士長より、調べてほしい。メディナ殿も。そうか。また。あの滞在人の隣には、いつも誰がいますか？申し訳ありません、アリス様。具合が悪いので。そうですか。では、後ほど、私からメディナ、大丈夫か？大したことじゃない。アリス、悪い。ええ、わかりました。それはあなたでしょうか。私。メディナ！なんだ？具合が悪いのを引き止めて悪いけどさ。では、一つだけ。一つだけ？ああ。なんだ？お前はもし、自分の思いと、自分の大切、一体どちらを選ぶ？でも、決まってるよ。俺は自分の大切なものを守る方を選ぶ。それはな。俺は、自分にとって大切な人が傷つくのは嫌なんだ。お前も、大切な人を亡くしたことがあるのか？ああ。だからもう二度と、その後悔をしないために。兵役取りも甚だしいな。聞いていて。なんだよ。みんな、なんて、どうやったって守れる。いいだろ。まったく。恥ずかしいくらいお前の持つ正義は平。もう、最後だけ褒めて、質問の答えには。ああ、私も。そっか。そのおせっかい、ほんとムカつく。ほら、アリス様を待たせ。わかった。そうだ。メディナ。頭痛がひどくなってきた。ああ。さよなら。キリト！な、あり？メディナ殿がどこにもいないのです。え、いや、なり？荷物も何もかも消えています。え？アリスさん、キリト！いえ。とりあえず、お隣。ああ！結局、お隣。そうですか。アリス。え？もう少し広い範囲を捜索で。普及の壁がある以上。つまり、西帝国のど。冒険者全員を連れて行ったという。あの、元老院統括大。その話は何度聞いても奇妙。いわゆるリセットで何度も記憶を消されちまったから。つまり、彼も。でも、誰も。とはいえ、今あいつ心配であることに。今はメディナ殿をさ。とはいえ、魔獣の発生情報はあれからも続いている。だったら魔獣の討伐と、カランと。ならば構わねえ。討伐。わかった。見つかるといいね、鬼。ああ。みんなで討伐に出た時に探そう。メディナ。
キリト、私も選ぶよ、一番大切なものを。救世主様、ねえ、どこまで歩けばいいの？私たちの居場所までだ。さあ、序章の開幕といきましょうか。